川端です。よろしくお願いします。今回はですね、ベリースライムさんの問題です。2つの正方形があります。対角線の図は3と4と出てます。その時のここの AF の長さを求めなさいという問題です。ぜひ動画止めて考えてみてください。気づけば一瞬で解くことができます。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、これね、1本補助線引っ張るだけで実は解けちゃうんです。どこに補助線引けばいいか分かりますか、親尾くん。スライムの位置から、スライムの位置はこれ関係ない。G ぐらいまで行ったら、ちょっとボケなくていいので、ちょっと真面目に答えてください。真面目に答えてください。はい。僕 D から、 D から FG に推薦引っ張るかな。 D から G に、あ、 FG に推薦ですね。あ、ここに、あ、なるほどね。でそれで作業を使って一気にやっちゃうかな。なるほど。でも石は無理ですよね、それだと。ここの長さは確かに出せる AD の長さと、はい、まあ、ここちょっと H としようか。う、 DH の長さは出せますよね。出して FG から HG 引けば出せるから、もう気合でいくっていう。気合でいく。確かにそのやり方でも解けます。いけます、はいはい、いけますけれども、うん、気づけば一瞬なんで。まだ僕は気づいてないですか。そう、まだ気づいてないです。どこに補助線を引っ張るかっていうことなんだけど、ここ悪くないよ。すごい悪くない。これでも解けます。これでも解けるんだけど、やっちゃっていいかな、先生。どうぞ。僕はもうわかんないです。そっか。ここ引っ張ると、ここ引っ張ると何がわかる？緑が3ですよね。で、うん、緑が3。で、3対4対5ですよね。ここなんで直角ってわかるの？そうか。各 ACF が90度になる理由って何？もうあっちが45度でこっちが45度って。そう。正方形の対角線で45度だよね。で、ここも45度。で、これ90度か。90度だね。はいはい。ということで、3平方で3、4で、ここ X とすると、X イコール、ルート3の2乗足す4の2乗で、X イコール5と。出るわけですね。だから答えは5と。なるほど。ということですね。でもここで発想するんだね。それでももちろん解けますから。力はい、大山くん、なかなか大した思いだと思います。はい、すごい気使われてる。で、ちょっと、じゃあ大山くん、ちょっとこっち来て。はいはい、どうも。はい、どうも、お邪魔しました。ヒノキ三軒茶屋、ヒノキ三軒茶屋の大山です。 YouTube チャンネルを、あ、チャンネルやってます。どんなチャンネルをやられてるんですか？まあ、中学3年生の受験生の方に向けて高校紹介とか、高校の進学実績だったりとか、都立高校ですね、主に都立高校の進学実績とか、特徴とかを分析したりなんやかんやして、好き勝手なことを言ってる、まあ、突き詰めると迷惑系っていう。いや、全然迷惑だよ。ちゃんと、そう、いろんな都立の学校の紹介とかをしてくれてるので、うん、ぜひね、受験生の方、概要欄にですね、リンクを貼っておくのでぜひ見てください。はい、以上で解説終わります。はい、ありがとうございます。では、お邪魔しました。ありがとう。